こんにちは、沼津理恵です。今日も一人ですね。はい、あ、でも夫さんいますよ。はい、声、はい、の出演です。昨日のゴーゴーパンコロッケパン、ゴーゴーパンコロッケ、ゴーゴーコロッケパン、あ、ゴーゴーコロッケパン、いかがでしたでしょうか。衝撃的な作り方じゃないですか。私結構気に入っていて、あのコロッケ以外の、ね、ものでもいろいろ試したらいいかなと思っています。昨日はお食事ゴーゴーパンだったので、今日はスイーツゴーゴーパンに。これ結構我が家では大人気の板チョコパンを作りたいと思います。生地にココアを練り込んで包むのもチョコでも濃厚な、あとベースの生地が全粒粉入り、ミルク生地、あとプレーンのプレーンとリッチっていうのがもう一種類あるんですけどね、まあ、それの中のミルク生地で今日は紹介したいと思います。はい、分割もちょっと変えてみます。楽しみですね。どうぞスタート。ピッ、そしたら今度は一個ずつ包んでいきます。はい。はい、発酵終了。焼きます。はいはい、焼きました。おお、すごいツヤツヤじゃないですかこれ。はい、これは片面焼きです。ひっくり返さなくていいんですね。そうです。置いて完成です。はい、ツヤツヤ、美味しそうですね。試食したいと思います。はい、あの8個には
けるとコロコロして可愛いでしょ。可愛いですね。ね、わかる？チョコレートが。いただきます。はい、これはあついですか。中のチョコとココアをしっかり入れてるから、うん、濃厚。こういうスイーツあるなって感じ。食べたくなってきた。さあ、もう最初から食べたいですよ。どうぞ。はい、いただきます。感想をお願いします。あ、まずチョコの香りがすごいですよ。わー、いい香り。ところどころカリッとしてるんですよ。そう、でも餅、生地はもちっと、うん、しっとり全体的にね、で中のチョコが溶けてとろーんと出てきます。うん、焼きたてだから中のチョコがあったかいんですよ。そう、冷めたらチョコが固まるんだけど、それはそれでまた生地と一体化して美味しいの。うまいよこれ。これちっちゃく分けるの大正解でしょ、うん、食べやすい。すごい、こういうお菓子ありますね、本当にね。これはあるある。うまいよこれ。言い忘れたことがありました、そういえば、はい、大事なポイント、はいはい、今日8個に割ったでしょ、うん、で包んだでしょ、うん、めちゃくちゃ時間かかるじゃないですか、うんうんうん、あの昨日のコロッケパンの大胆にドンドン、うんうん、イーストってあの包んだりもじゃもじゃしてる間も発酵が進んでるんです。あ、なので8個に割ったチョコ包んだっていう時間も発酵時間に今回入れてるんです、はい、だからこういう包むのに時間がかかりそうだパンもいくつかあるんですけど、そういうパンはすべて発酵時間30分。あ、ちゃんとそういうことも考えて、そうそうそう、発酵時間書いてあるんですね。で結局55分間でパン焼けますよというすごい、すごい優しい本です。そこまで考えてあるんですね。そうなので、まあ55っていうこの数字の凄さをちょっと体感していただきたい。そうですね、うん、優しい55分。なので何度も心配しないでゆっくり包んでいただいて、ちょっと猶予があったプラス5分間もおまけをこの包む時間入れてますから、はいはいはい、心配しないで、あの慌てずにチョコを包んだり切ったりしてくださいと伝えたかったっていうことなんです。このゴーゴーパンのね本の中にも30分で発酵大丈夫だよっていうパンいくつかありますから安心してください。あ、じっくりレシピをね読んでスタートしてください。で10月2日土曜日夜9時から再びインスタライブを開催したいと思います、はい、また実際に私計量から焼きまでやってみたいと思います。今度はどんなパンにしよう今考え中ですので、明日改めて詳細をお知らせさせてください、はい、お楽しみに。また一緒に作りましょう。はい、美味しかったな、チョコパン、板チョコパン。